睡眠チェーンが始まるのは9時朝8時からで、はい、終わりも継続まで継続そこを先頭から始まるからはい、すいません、気を取り直して、はい、はい、それは一体何と、はい、で、最初、もう一回気を取り直して、はい、製造じゃない、消費電力と製造コストが下がったからと。はい、ということで、まあ、さっきちょっとお話ししましたけど、昔はすごいコンピューターでお金がかかったと、さっきお話したとおり、アップルウォッチのように、どんどん下がったと。で消費電力 もう無視できるほどに下がったと。例えばその、ちっちゃなすごい10年とか放置しといてでネットワークにつなぐっていうのは昔はできなかった。それが今はできると。何ができるかというと例えばですよ、そのこの椅子にセンサーをつけるとか、例えばこの椅子でどれぐらい誰か座ったかどうかというのをここにセンサーをつけると。センサーをつけてそれがネットにつながればでそれを会社に置いておいたらこの椅子は誰がどれがこの社員が来てるかどうかとかモニターができたりとか例えばこの机の引き出しにセンサーをつけておいてこの机の引き出し開けてるよと閉じなさいというのがネットからモニタリングできるとか、例えばこの部屋で照明センサーの代わりまあこうしてここにつなぐ何かのちっちゃなセンサーを置いておけば、で置いておいて、それがネットにつながっている。で、温度センサーがついている。いろいろなものがネットにつなぎやすくなった。そういうことができるようになった技術のことを、まあ、IoT というふうに言われています。まあ、このインターネットオブシングスと言われてますけど、これはセンサーに限ったことではなくてですね、ネットワークにつながっていれば、何でももうインターネットオブシングス。コンピューターもインターネットオブシングスですし、まあ、携帯電話ももちろんインターネットつながってるんで、なのでこれすごく可能性を秘めたキーワードでして、莫大な市場があると言われています。要は今まで取り切れていなかった情報とか、動かしたいものが動かせなかった、お金かかってできなかったというのができるようになると。これも消費電力のが下がったと。要は昔すごい計算速度が必要だったのが、計算速度が必要でなかなかできなかったのができるようになり、製造コストが下がったらできるというのが一つ目ですね。で、二つ目、処理速度が速くなりソフトウェアの革新したからと。そうですね。で、先ほどの話なんですけど、さっきちょっと話したんですけど、まあ例えば大企業とかコンピューターがたくさんありますよ。で、そのコンピューターたち、まあ、普段は何もしてないと。で、たまに業務が発生すると、なんか要求が来ると仕事し始めると。例えばメールサーバーとか、E メールとか、SAP とかもあったと思うんですけど、でその当時、まあ、10年ぐらい前に導入されたコンピューター、まあ、普段何もしてないし、たまに何か仕事すると。でそれもったいないよねと、普段何もしてないと、それを1台のコンピューターにしちゃうという考えが、途中で順番入れ替えたので、サマリーの それがこっちです。仮想化です。仮想化というのが1台のコンピューターに例えば10台のコンピューターをそのまま丸ごと持ってきて、で1台のコンピューターの上でたくさんのコンピューターが同時に動くと。で例えば10台のうちの1つが何か仕事必要だよって言ったらそのコンピューターの一部のリソースを処理するですねっていう考えができるようになってきて、の3つ目が、機械学習なんですけど、これはどういったものかと、これが今回の特に話をしたいものでして、計算速度が速くなりソフトウェア学習したと。で処理速度がどんどん、まあ、
人間の脳が処理するスピードに近づいてきた。もちろん人間の脳とコンピューターの処理の仕方は違うんですけど、要は人間というのは、まあ、すごい単純化した考えだと、いろんなセンサーがついていると、目とか、皮膚とかいろいろなセンサーがついていて、そこのセンサーからの入力を脳が判断して、それがその入力が、その人にとっていいものかどうかという判断をしているのが、まあ、人間なのかなと。ご飯を食べて美味しくて、それが好ましかったらもっとそれを食べたいなと。でお腹いっぱいになったら、こんなネガティブな、これ以上食べちゃダメだというふうな動きを判断したと。それが機械ができるようになったというのが機械学習になります。はい。で、仮想現実というのも、まあ、似たようなソフトウェアの革新の一つと、まあ、皆さんさっき見ていただいたのも、まあ、これに当たりますね。で、まあ、簡単な話ですけど、全てのものがインターネットにつながりますよというのが IoT で、コンピューターが自分で勉強するようになったというのが機械学習で、たくさんのコンピューターが1台の上で動かせることができるようになったというのが仮想化で、仮想現実、バーチャルリアリティに関しても、まあ、はい、後で詳しくお伝えします。で、これがまず、まあ、一例なんですけど、まず最初に簡単に説明しますね。これ車ですね。車、コンピューター上で作られた車で、一番最初の画面は、この車の運転手、まあ、赤ちゃんと思ってます。赤ん坊ポコッと生まれてきた。で、どうやって運転するかも知らない。ただペダルがある、ペダルというかアクセル、ブレーキが押せると。で、ここで何をやってるかというと、こういうふうな道順を通ってなるべく早く回れるといいことだよというのを教えていると。あ、という、回れるとそれがいいことだよというのを知っている。で、ぶつかったりするとそれは良くないねというふうに、入力してやると。で、それをより早くどうやってやるかというのを自分で見つけるというふうなことになります。で、最初はこうやって、なかなかどうやって進むのかわからないと。とりあえず適当にブレーキをしてアクセルを踏んで、で、って言ってやってるんですけど、だんだんその外部のセンサーからの入力をもとに、だんだん走れるようになってくると。でも最初はどんどんぶつかっちゃうと。はい。で、そのセンサー、いろんなセンサーからの入力とのパターンで自分で学習していると。要は何も教えてないんです。教えてないけど、どうやってこのコーナーを早く回れるかっていう角度であったりとか、それを自分で理解して、で、最適値を見つめ出して、で、運転してると。で、これも一例ですけど、障害物ができた、突然できたと、どうやって回避するかっていうのを自分で学習する、学習した元に基づいて計算して、まあ、突然これできましたけど、自分で回避していくのがいいんだよっていうのを自分で覚えたと。これが機械学習。これがすごい作家の話を含めていました。というのを今回話をしていきます。で、今後どうなるか。私が考える、まあ、一般的に言われていることかもしれないんですけど、世の中がソフトウェアで定義される社会になっていくのではないかなと思っております。要は、今までは、例えば会社に来て、で、机と椅子がなければ仕事できないね。じゃあ物を買いなさいと、その物を買わなければ何かできないというのもダイナミックにソフトウェアで定義される社会になっているというふうに考えています。で、ここで1個ビデオをお見せしたいと思います。
ガチガチできてるので、生産成果物と時間は完全に嫌われて離れてるので、なかなかそこは雇われるっていう考えと厳しい感じですね。ただこういう動きもということで、今お話ししたそのソフトウェアディファインドな働き方、そうですね、ソフトウェアが定義する社会になっていくんじゃないかなと。で、皆さん見たことあると思いますけど、この、はい、このロボット、ソフトバンクのロボットですけど、まあ、ソフトバンクで会いました、はい、なんか違うかもしれないけど、うん、こんにちは、いらっしゃい。そうですね、ソフトバンク、ペッパーはまだほとんどその処理速度も遅いし、大したことできないんですけど、ソフトバ
バンクはここに目をつけて、今後こういったロボットが世の中に入っていくのではないかと、世の中の認知を高めていきたいという、まあ、結構先行投資的な、先行投資を含めたような意味で出したんじゃないかと思っています。ただこういったロボットが世の中を変える可能性はものすごくあって、そのレストランとかウェイトレスとかマクドナルドの店員はロボットが全部対応できてしまった。で、人間はもっとクリエイティブな働き方で時間をつかみしたら しましょうね、しなきゃまずいですねっていうふうになっていくと思います。ということで、まあ、まとめは最後前回のトーストの話と同じなんですけど、ちょっと良くないんですけどあの働き方は今後どんどん変わっていくので、その同じようなことをする仕事はやっちゃいけませんよっていう話ですね。はい、でこれで以上になります。ありがとうございます。はい、映像はあの YouTube から撮ってきて編集したえ、Apple の CM とかそういうのじゃない？ Apple の CM Apple の CM だって Apple じゃないじゃん、もっと先進的なっていう。 Apple じゃないです。あのいろんなアップル以外にもいろんなあの先進的なアイデアを持っている会社がいろいろあって、そういうのがコラボに来ていて、まあ、そこで見たところかと思いますね。はい、はい、あの今回はタイマーなしで死ぬんですけど、はい、25分、あ、私も一応見てます。あのトラブル時間入れてくださいトラブル、なるほど、あの、はい、途中でギリギリまで行きませんね、準備不足です、はい、トーストの時は読解力がなかったから、ね、でもすごい難しく見ちゃっても、何日本語でよかったね、日本語で、日本語で、なるべく専門用語、最初はもうあの IoT とか仮想化とか書いてあったんですけど、うん、もうそれをなるべく柔らかい言葉に変えたとか、そのネットワークにつながってますとか、コンピューターの計算速度が速くなりました、CPU とか言わずにちょっと変えたと、はい、はい、そうですね、はい、すいません、 Q&A Q&A、 あ、Q&A、 はい、じゃあ Q&A、 何分ありますね、32、3分、じゃあ、はい、質問、あ、はい、はい、どうぞ、そうですね、その IoT っていうのが発展していって、はい、いいことを今回話されてたと思うんです、はい、いいことを話されてたと思うんですけど、あれ逆にデメリットとなる面って何があるんですか。例えばたくさんありますよね。デメリット、いいツールは必ず悪い方面もあると、はいはい、IoT で例えば部屋にセンサーがあって、はい、でこの人今いないなと、うん、もしハッキングをして部屋にいないことが分かればもう泥棒し放題、うん、みたいなこともありますし、その温度計とかその人の体温とかいろんな情報がネットにつながるので、そこをどう管理するか、あ、はい、で残念ながらソフトウェアって完全なソフトウェアは全然、まあ、ないので、うん、ハッキングに関してすごく弱い、まだ弱いですね。そういうものとものをつなぐ時のセキュリティとか、セキュリティは弱いとは言われています。今は完全なセキュリティを保つ手段って本当に物理的に隔離するしかなくて、ネットにつながっていれば全てのソフトウェアはもう何かしらの脆弱性を持っているので、うん、あのそこを、まあ、通り抜けられるんだというのと、それが一つと、あと、まあ、国によって違うんですけど、例えばアメリカ政府とかネットにつながっているものは全て政府が解読できるのでなくダメです。暗号化させても政府が解読できなければいけませんよっていう法律があって、そういったものを逆にその使って暗号化解読して中に入ってくるのも可能と。FBI は完全なコントロールを持っているので、あの解読面できないまで行こうという政府が通しているという動きがあるので、あのその辺はもうプライバシーがなくなっちゃいますよね。そうですね。はい。ですか。なのでプライバシーの面が一番大きいんじゃないかなと。あともう一ついいですか、はい、あの仮想化について話されてたと思うんですけど、はい、仮想化して嬉しいことって何かありますか。仮想化して嬉しいこと、はい、まああの
コストが下がると。仮想化の一番のメリットって本当に、まあ、いろいろあります、はい、いろいろあるんですけど、大きな規模でいうと、うん、そのたくさんのコンピューターが1台のコンピューターで動くだけじゃなくて、たくさんのコンピューターを束ねて、でそこは相互連携して、どこに行ってもどこのコンピューターにもアクセスできると。そので、世界中に同じようなコピーを作って、片方が死んでももう片方に移るとか、その、1個のハードウェアが死んだら全部サービスが止まってしまうっていうのも防げますし、いろいろ分散させると。で、高いサーバーをいらなくなって、安いような Google みたいな方法ですけど、安いコンピューターでたくさん分散して、で、同じようなものがいろんなコピーになって、で、そのものを共有して使えるなと。で、なんかちょっと難しいですけど、なんか聞くとそれだけちっちゃい本当にコンパクトなコンピューターを、はい、例えば仮想化する個数分だけバカバカバカって揃えばいいんじゃないかなって一瞬思っちゃったんですけど、そのちっちゃいコンピューターを買って、はい、休みのコンピューターを買って、はい、そいつをその仮想化する数分だけガバガバガバって買っちゃえばいいのかなって思ったんですけど、それだと、なんでしょう、やっぱりその、うん、情報セキュリティのことになりますよね、うん、そのセンシティブなデータは一箇所にないと誰でもアクセスできないちゃうと同じじゃないですか、うん、そのお客さんのすごい重要なデータが入ったものが、うん、ちっちゃなコンピューターじゃやっぱり処理しきれないし、突然、例えば普段は1人しかアクセスしてないけど、いきなり1万人アクセスするとか、そういった場合とか、一気に対応はできないじゃないですか。ああ、パワーバランスは状況に応じて振り分けがしやすくなるとか、そんな感じなの？振り分けもできるようになりますし、やっぱり元のコンピューターはすごいパワフルなので、あ、それをそのシチュエーションによって切り替えやすいんですよね、パワーの先方というか。この仮想化の考え方って、たくさんコンピューターがあるのを1台にまとめて、で1台がすごいパワフルだけど、個々のコンピューター普段眠ってると、普段何もしてないだけど、たまに忙しくなる、そういう時にすごいパワー、たくさんのパワーを出せるというのがメリットで、ハードウェアの値段は変わらない。ハードウェアの値段というのは、まあ、その1台例えばサーバーが50万円するのが10台必要だったら500万。あ、そっちの、そういうのか。分かりました。それが、50万円すると。簡単に言うと、100台のパソコンを溜まってるけど、外から見ると、あたかも1台のでかいコンピューターで。そうです。あ、分かりました。すいません。了解しました。ありがとうございます。逆だと思いました。10個、1台のでかいコンピューターを10分割するみたいな感じのものが。あ、そうじゃないです。あ、逆でした。最大の1つにして、それによって便利でもあるのかな。場所も取らないし。そうです。場所も取らないし。その分1台のコンピューターにお金をかけれると、そのもっと電源を2つ増やしてとか、まあ、値段、お金の面なんですね。あ、お金メリット、はい、それ以外にも、まあ、1つのサーバーが死んだら別に自動的に移るとか、そういうのも仮想化することによってすごくしやすくなるとか、すごいメリットが大きいです。ちょっと専門用語になっちゃう、まあ、分散処理とかの考え方にちょっと近いような。そうです、分散処理、分散処理もちょっとリンクできるけど、要はハードウェア、そのハードウェアでしか動かないっていうものが、ソフトウェア仮想化っていう、仮想化する技術っていう一枚層をかますことによって、そのハードウェアべったりの世界から切り離される。ああ、はい、なのでどこに行っても同じものが実現できるということですね。ちょっと難しいですけど、おぼろげながら、なんとなくは、はい、なんとなくは。はい、他には、はい、インターネットのシングスで、はい、物のインターネットって、はい、いうふうによく言われて、はい、ドイツの方で、はい、研究っていうか、はい、実用化が進んでるっていう基準ところって、はい、シーメンスとかボッシュとかいうのは、はい、こうメカ的な産業のところが進んでるって話を聞いたんですよ、はい、結構製造現場、まあ、今でも結構ロボットとか当然入ってるんですけど、まあ、それがもっとそのセンサーをつけたりとか、はい、まあ、そのまあそのコンピューターをもっと利用したりとかっていう、はい、そういったことで、はい、あとその、まあ、今人間が、まあ、いろんなそのエンジニアとか生産の人がいるんだけど、まあ、多分単純な生産労働する人はもうロボットに抱えられていいんじゃないかとか、うん、
だとなんか最近なんか聞いたのは土木のメンバーで、はい、日本のロボットベンチャーで、はい、その土木現場でロボットを背負うみたいな、はい、でもそういったところのマーケットっていうのはこれから多いかなっていうかなと思って、はい、で興味持ってたんですよね、はい、でまあ、今日はのビデオとかはその親和性を出すために、はい、まあ、親しみを出すために、まあ、僕らの身近な、はい、その生活の場みたいなところをやってると思うんですけど、まあ、ああいうものがその人間、まあ、その僕らとしては飲食会員だけども、マーケットの人としてはそういった製造現場とか土木現場とか、はい、ああいったところなんじゃないかなと結構ドタカンで思っているんですけど、ね、マーケットサイズは産業に与える影響みたいな、あ、産業に与える影響っていうか、大きい、その IoT に関するマーケットサイズって本当に莫大でして、そのもう何十兆円何百兆円市場と言われてまして、その B2B、B2C 関係なくすんごい大きいで、あの B2B の世界でその機械にセンサーをくっつけて、あと機械学習もくっつけて、で、まあ、何かやせよという動きが本当にたくさんあるらしくて、あの、まあ、セミナーでも聞いてきたんですけど、あのこのさっきお見せしたその動画、自分で運転するアルゴリズム を、まあ、を作った会社も、あのフライデンよくお世話しましたけど、その連携をまあ発表して、そこはまあロボットを作ってる会社なんですけど、ロボットに実際に自分でエラーが起きたら、そこを自分で修正して、人間にどうロボットの問題、トラブルシューティングさせるんじゃなくて、ロボット自身が自分で、例えば部品置く位置をちょっとどう移るか変えたらうまく乗せられるのかって自分で学習する。今までのロボットって、本当に人間がもう超正確にプログラムしてちょっとずつずらして、でうまく動くように、そういったことをする必要がなくなると。逆に言うと、その例えば基板の送られてきた基板がちょっとずれたと、今までのロボットであったらその位置にしか物を置けないので、ちょっとのずれを認識できないと。認識、それもセンサーのからの入力でちょっとずれてるっていうのを分かっていればどう判断したらうまくいくかっていうのを自分で考えられると。そういう意味でロボットの世界でいうと、その手羽根本当に良くなると。人間ブルーかなというか、あの単純作業を繰り返すような仕事をしている人たちが自分で考えて修正する分も機械が自分でできるようになるという意味で、すごいマーケットは、ただマーケットシェアの大きさはちょっと分からないですね。総合的に繋がってて、その、まあ、今後どうなるかと、どこまで発展するかっていうのは、まあ今の時点で全く分からないですけど、まあ、今後、あらゆるものが